教会歴526年、世界には魔術という学問があった。そして世界はまだ魔法という技術を知らなかった。魔女だ。そんな魔女の仕業だって。どこに隠れてたんだ。もう店じまいだよ。塩をくれ。獣落ち。じゃあなんだよ。探し物だ。本を盗まれた。本だ。世に二つとない貴重なものでな。悪用されるとまずいことになる。どうなるんだ。世界が滅ぶ。ったく、ついてねえぜ。ザ・ハード・フロド、徳貫け。狩猟の章第2決スタイム。くそ、魔女なんざデッキレーだ。毛皮の下に隠れた人間の顔も我が輩は嫌いじゃないぞ。お前、俺の顔が人間の顔がわかるのか。獣おろしの呪術帰りを見破るずして、魔女は名乗れない。獣おろし。魔女が獣の魂をおろし、人間を強靭な戦士へと変える。戦乱に明け暮れた遥か昔、100万の獣の戦士が生み出されたという。魔女が獣落ちを。戻りたいのか、人間に。戻せるのか、人間に。魔女か。いかにも我が輩は魔女である。無意味より意味を見出し、無より有を生み出す、ドラ闇の魔女よ。テレビアニメゼロから始める魔法の書、4月放送開始。